MVP、 パリーフ3年連続山本、セリーフ3年連続村上。 NPB アワード2023サポーティッドバイリポビタンリーが28日都内のホテルで開催され、セリーグは阪神村上頌樹投手、パリーグはオリックス山本由伸投手が MVP に輝いた。村上は1990年の野茂英雄、当時近鉄以来となる新人王とのダブル受賞、山本は偉大な球団 OB の山田久志、76、78年、イチロー94、96年に続くプロ野球史上3人目となる3年連続の受賞となった。3年目の村上は昨年まで未勝利から、今季は10勝6敗、防御率 1.75 で最優秀防御率のタイトルを獲得、リーグ優勝、38年ぶりの日本一に貢献した。7年目の山本は16勝6敗、勝率7割2分7厘、防御率 1.21、169奪三振で最多勝、最高勝率、最優秀防御率、最多奪三振の主要タイトルを獲得、シーズンで最も活躍した先発投手に贈られる沢村賞にも3年連続で輝いた。山本はこの3年でほぼタイトル取ったか。山本いる限りパリーグの他の投手がタイトル取れないのかわいそう。村上 MVP 来た。村上か、おめでとう。ベストナインじゃないのに MVP って。新人王で MVP はすげえわ。新人王と MVP のダブル受賞ってのも以来なのか、そんなに出てなかったんだな。ほんま村上すごかったもんな。とはいえ来年以降続くかどうかが大事。なんでベストナイン取れなかったか謎だわ。村上、パリーグは山本が3年連続 MVP、 セリーグは村上が3年連続 MVP。 これ2021MVP 村上、いや2022MVP 村上、いや2023MVP 村上、神 FA 席やろな。真の村神様や。なんとなく近本だと思ってた。トップ4の村上、近本、大山、岩崎は納得かな。岡田監督も言ってたし、今年の NPB の主役は村上頌樹だったな。実際接戦になってる近本、大山あたりなら誰が取っても納得のシーズンやったわ。村上素晴らしい。世発の新人王 MVP のダブル受賞おめでとう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。